三越伊勢丹ホールディングス岩田屋三越、株式会社岩田屋三越は、福岡県福岡市中央区天神に本社を置く、日本の百貨店運営会社。三越伊勢丹ホールディングスの福岡県における、百貨店事業を担っている。2010年、当時すでに三越伊勢丹 HD 参加となっていた、岩田屋と福岡三越が合併して発足した。2008年4月1日、 当時の岩田屋の親会社、伊勢丹と同じ天神地区に福岡店を出店していた三越が持ち株会社を設立して経営統合したことがこの会社の始まりである。同日から行われた誕生祭セールでは三越福岡店はもちろんのこと岩田屋も伊勢丹グループの一員として加わった。渡辺通りを挟んで東側には J フロントリテイリング参加の 大丸福岡天神店があり、渡辺通りの両サイドで2大デパート資本が激突する形となっていることから、当面は統合パートナー同士として、三越と岩田屋が住み分けを図り共存共栄関係を維持するものと見られていた。しかし、三越伊勢丹 HD は、全国で地域単位での再編に方針転換。三越伊勢丹 HD は、翌2009年10月1日、 その2週間後、岩田屋を株式交換方式で完全公会社とした。これにより、福岡証券取引所への株式上場は、同年10月7日で廃止され、大体として、同年10月15日から、三越伊勢丹 HDS が副賞へ上場。そして2010年10月1日、岩田屋が法人としては2代目、福岡三越を、 九州合併する形でこの会社が発足し、岩田屋と福岡三越は株式会社岩田屋三越が運営する百貨店として新たなスタートを切った。この再編にあたっては、福岡で知名度が高い岩田屋のブランド名を前面に出すことになったため、称号は他の三越伊勢丹グループと異なり、伊勢丹側が先に来ている。 統合にあたっては三越から送られた大田垣達夫が尽力。会社発足後は社長として人頭指揮にあたっていたが、病により2015年退任、それから約1年後に死去した。岩田屋の歴史は岩田屋遠隔を、福岡三越の歴史は福岡三越概要を参照2010年10月1日株式、会社岩田屋が、 存続会社となって株式会社福岡三越を九州合併し、株式会社岩田屋三越が発足。詳細は岩田屋及び福岡三越を参照いずれも旧岩田屋系のみで福岡県の福岡都市圏筑後地区に所在。外省部門等は合併に先立って完全統合した。北九州地区には岩田屋と畑撤退の経緯もあり。 拠点を設けておらず、未グループとして、ファミリーマートを、三越のギフト受付窓口とする。浜谷百貨店現在も、中村一族が経営。店舗は、長崎市にある。三越伊勢丹 HDS の、持ち分法適用会社でもある。下の2社はこの会社と同じような形態で発足した、百貨店運営企業。ありがとうございます。